たのタイミングなんで、はい、ちょっとしばらくゆっくりできるんで、了解です。はい、今夜聞いていただいて、ちょっとスタジオ今、あの、前回ご出演いただいて、で、そこからの報告だから、まず、優勝できませんでしたっていう、本部長と一緒にちょっと報告をして、はい、3回目なのかな、確か。あ、その前もあるんですね。そう、ある。19年8月前。そう。そうなんだよね。まあ、いつも聞いてるし、はい、あの僕自身もニューさんと一緒にあの YouTube でライブも試合前後でやるんで、まあ、そっちの方も楽しんでもらえるかな。まずは今日発信します。お願いします、はい。最初にプロフィールのご紹介をさせていただくんですけれども、こちらご注目いただいて何か変更があればという感じなんですけれども、大丈夫でしょうか。そうですね、大丈夫ですね。今 J リーグが来月から再開ということで、はい、その話を中心にお伺いできるかなと思います。はい、大丈夫です。何でも、はい、はい、めっちゃ楽だもん。一応上がりきたけど。あ、そうそう。お願いします。はい。今のコーナーとご出演コーナーの間があまりなくてですね。はい。ちょっと、あと割と。はい。このライブ感ね。緊張されるんですか、これ。いや、本当です。結構聞いてくださってる方が多くて。前回、意外とアナウンサーも緊張してるって印象がありました。本当、はい、やべえ、そんなこと言われたら。今は逆に。大丈夫。本部長にいじられて、和らげた。どんないじりが来るかって分かって。久々の出社です。めちゃくちゃ楽なの。4ヶ月間溜まってるエネルギーをちょっと伝えたいなっていうのね。みんなと共有できる、またこういった時間なんで感謝して、お願いします。そろそろ、はい、お願いします。いきます。いってらっしゃい。お願いします。一番しばりの展開でお送りしました。おはようございます。おはようございます。どうぞ、よろしくお願いします。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 毎月月末の月曜日はスカイラケットカンパニーパルコホットセミナー。早速本日の特別講師をご紹介しましょう。元サッカー日本代表で FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。前回出ていただいたのが2019年8月ということで、約10ヶ月前でございますので、これ1年経ってないでまたお越しいただけたということで、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まずはですね、知ってる方多いと思いますが、秘書からプロフィール紹介をさせていただきます。神奈川県出身。おめでとうございますでいいですか、これは。そうですね、まあ最初はリモートマッチということで、うん、観客ということなんですけど、うん、ただサッカーやっぱ待ちわびてくださっている観客とか、はいはい、そして何より選手が、はい、もうやっぱサッカーしたくてしょうがないっていう、うん、そういうポイントですね。はい、まあ、選手もそうですけど、ファンサポーターの方々、こうどのようにしていったらいいのかっていう、うん、まあ本当日本中わからなかったじゃないですか、はい、世界中で、はい、それはコメントしようがないと思うけど、はい、やっぱね、いやハイタッチぐらい選手同士でいいんじゃねえかって思うんだあ、そうですね、あの思っちゃうんですよ俺は。 J2J3 は試合スタートして、はい、僕もどのような感じかなって見てたんですよ、はい、やっぱりガッてなった時にいやいや違うって言ってみんなこう喜んで近づいてるけど、できないできない、そうですね、まあでもそのちょっとではないですけど、はい、きっと興奮があって感動があって、もちろん悲しむこともありますけど、はい、一緒にそういう思いを離れてはいますけど共有できる時間がまた戻ってきたっていうのは本当に嬉しいですね。での神対応、いつも感謝しております。スタジオはスタジアムにいるときはどこにいるんですか。もうあのいろいろですけど、会場の運営設営から、はいはい、まあ、皆さんが入場していただく中で、はい、あの
お出迎えをして、はい、もうあっちこっちはもう走り回ってます。日本じゃないです。おりますね。エッシー東京のあのオリジナルのカットビール、泡立ビールあるんで。いや、ちょっと本当に、このまず、再開一発目はで楽しみに見させていただきたいなと思います。はい、ぜひスタジアムに来れるようになったら、はい、お二人。あ、そうですよね、去年言ってて、今日の特別講師は元サッカー日本代表で FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さんでした。ありがとうございました。お邪魔そう、ありがとうございました。お邪魔そう、ありがとうございました。ぜひまた、なんか一応ゲストに乗らないっていう、ずっと一応はいはいはい、はい、行きます。はい、ちょっと行きます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした。いや、まだ4ヶ月分の思い足んないね。いやいや、もう一回。ありがとうございます。で、あのいつもの、ね、FC 東京スピリットでちょっとお話伺いたいなと思うんですけど、はい、いろんな形でその、オンラインであのやらせてもらいましたし、そこに来てくれた選手もそうですし、そこの触れ合いだったりとかって、今までにやっぱりない感情だったり感覚の中でこう日々をお互いに多分過ごしてこれたと思うんですよね。しばらくはあのダゾーンになると思うんですけど、そこでこう熱狂して発狂して悲しんでは少なくにあのそういう試合を増やしていきたいなと思いますけど、本当にブラジルからあの選手たちも参加してくれたり、今までいた FC 東京ファミリーの、まあ、選手が今いろいろなチームで活躍してますけど、で、気に入ってる曲、気になってる曲ちょっと教えてください。実はこの期間中かなり音楽も聴いてたんですよね。で、その中でやっぱりその過去を、自分の力にして、未来へ向かっていく、本当にこの苦しい状況をどう乗り越えようかなってなった時に、やっぱ自分にとっての苦しい過去を逆に思い出して、どう乗り越えたかな、あの時こうだったかな、ああだったみたいな、そういった感情の中で聴いてた曲がですね。あ、そうですか。いい曲ですもんね、ほんとね。はい、うん、もうなんか 今でも思い出すとしんみりしちゃう。だけどそういうことを乗り越えたから、その魂を燃やし続けて、未来につなげていく、なんかそういったこう歌詞と、なんて言ったらいいんだろうな、ここをみんなで乗り越えたいな、その魂を燃やし続けたいなっていう風な思いで選曲させてもらいました。結構しんみりしちゃうんですけど、エネルギーが湧くっていう不思議な曲ですね。ああ、なるほど。染みてきてなんかパワーに変わっていくみたいなことなんですかね。はい、ああ、そうなんですね。いや、毎回毎回いいお話が出てきますね。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしょうか。あっという間ですね。早い。早かった。この自分の今溜まってる思いをですね、伝えようかなと、まあ言葉に乗せましたけど、足んないですね。もっともっと。話したいと、もっともっと話したいですけど、でもこの思い自体は、ね、僕だけじゃなくて、皆さんも多分同じことを考えてたり感じていると思うので、それを伝えたいなと。まあ、あのリモートマッチからのスタートになりますけど、まずは柏は、本当にいいスタートを切りたいですし、帰ってきて玉川クラシコフロンターレがあるので、厳しい試合続きますけど、一試合一試合積み重ねて、また皆さんが戻ってきていただいた時に最高な状態、雰囲気を作って行っておきますので、もうエネルギーがね、もう想像しただけでもうまく言葉にならないですけど、はい、そういう思いを共有したいです。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。